江戸秋則は、日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、自民党青森県連会長、自由民主党副幹事長、衆議院安全保障委員長、内閣府大臣政務官、防衛副大臣、防衛大臣、自民党タバコ議員連盟副会長などを歴任。父、江戸聖一は、社会福祉法人姿勢解設立者、初代理事長、 2013年3月17日、横田飛行場にて、アメリカ合衆国国防副長官、アシュトン・カーターと青森県と和田し生まれ。青森県立青森東高等学校、日本大学法学部法律学科卒業。日本大学大学院法学研究科修士、家庭修了。1984年から、父、江戸誠一が設立して、 当時初代理事長を務めていた社会福祉法人市政会に勤務し同法人が運営する明けぼの学園園長等を歴任する。また1984年から光星学院八戸短期大学講師を務める。1988年より市政会副理事長。1996年第41回衆議院議員総選挙に自由民主党公認で 青森2区から出馬し、新進党公認の三村慎吾を破り初当選。しかし、2000年の第42回衆議院議員総選挙では、前回下した三村に敗れ、比例復活もならず落選。2003年の第43回衆議院議員総選挙に再び、青森2区から出馬し、3年ぶりに国政に復帰した。同年自由民主党政務調査会国防部会。 厚生労働部会副部会長。2004年、第2次、小泉改造内閣で、内閣府大臣政務官に任命され、第3次、小泉内閣まで務める。2005年、自由民主党国会対策副委員長に就任。2007年、安倍改造内閣で、自身が所属する高村派会長の河村、正彦防衛大臣のもと、防衛副大臣に任命され、 福田康夫内閣でも再任された。2008年、再び自由民主党国会対策副委員長に就く。同年の自由民主党総裁選挙では再び、麻生太郎の推薦人に名を連ね、麻生が自由民主党総裁に選出された。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、与党に逆風が吹く中、民主党公認の中野渡り証を約1万2 0 0差で破り、 青森2区で4選。同年自由民主党副幹事長に就任。2012年社会福祉法人市政会理事長に就任。同年の第46回衆議院議員総選挙に青森2区から出馬し5選。同年12月26日に成立した第2次安倍内閣において再度防衛副大臣に就任した。2013年10月。 防衛副大臣を退任し、衆議院安全保障委員長に就任。2014年9月、第2次安倍改造内閣で防衛大臣に任命され、初入閣。合わせて国の存立を全うし国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備を推進するため、企画立案及び行政各部の所管する事務の調整を担当する国務大臣に任命された。 同年12月14日投開票の第47回衆議院議員総選挙に青森2区から出馬し、6選。選挙後、後日の政治資金問題が第187回国会で問題視されたことを受け、新たに発足する第3次安倍内閣での大臣留任を誇示。同年12月24日午前の閣議において、第2次改造内閣が総辞職したことを受け、 防衛大臣を退任した。2017年の第48回衆議院議員総選挙において、選挙区の区割り変更に伴い、青森1区の津島敦氏との間で、コスタリカ方式を導入。江、え、戸、っと、は、比例東北ブロックの単独候補で出馬し、7戦。政治資金規制法は、選挙活動を除いて、資金管理団体による候補者個人への寄付を、 禁じているが、江戸の資金管理団体、里友会において、衆院選があった2009年と2012年の選挙期間内ではない時期に、4回にわたって、計350万円を江戸個人に寄付した、と政治資金収支報告書に記載されていた。また、里友会では、2012年に会合費2万円を支出した記載があるが、野党議員から、 インターネットでこの店の求人を見たら、キャバクラ求人と書いてあると指摘された。江戸川はクラブであると反論している。ありがとうございます。